はい、チーム超人阿部です。今日はね、京都の方に泊まっておりますね。河原町ほど近く、結構ね若いお姉ちゃんが着物ばっかを着てるような、ね、感じで、まあね、簡易のホテル取りましてね、これからちょっと飲みに出たいと思います。でかーい、こいつ、椎茸持ってる。でね、こちらの方が河原町からほど近いエリアでね、飲み屋街だとかもすぐ近くにあるような感じです。オムポールから入るとね、すぐにちょっとこう少し風情のあるね、佇まいの、街並みという形になってきますね。はい、さっきのところからね、ぐーっと歩いてきて、この新京極ってところ、こちらの方からね、入ってったところにね、まあ、いろいろお店がありますので、そちらの方もね、街の感じだとかも撮りながら、お店まで行きたいと思いますね。私もどちらかというと、京都は全然知らない方なんですよ。まあ、大阪、奈良も若干わかるけど、大阪は結構わかんないけどもね、京都も結構この河原町あたりというのは、来たのは初めてですね、実質ね、というような状況にあります。こうして見てるとね、歩いてるとこういう風にお寺、もう閉まっちゃってんな、行き来た時はね、ここ参拝とかできたんですけれども、ちょっとこういうね、総本山、青岩寺とかね、そういうものとかもあるようですね。霊場か、まあ、ちょっとね、早い時間に来れば、こういうものもね、参拝はできるようです。多分5時で閉まっちゃうのかな。今まだね、6時前なんですよ。でこんな風にアーケードの、間のところにこう、ね、公園があって、あ、そっかそっか、旧暦だとちょうどそろそろ七夕なんでね、大体日本全国7月7日ですけど、旧暦でいうとこの8月ですね。恥ずかしいな、なんかな感じでね、うん、確か仙台の七夕も旧暦で、8月7日ぐらいにねやるんですけれども、関西エリアはね意外と旧暦にのっとって、でこういう風にね、短冊だとかを飾ったりというようなね、こともあるんでね。あ、ちょうど新京極七夕祭りっていうのがね、ここの先のところにも、ちょっと出てますね。新京極七夕祭り3日から12日の間にね、短冊で願い事っていうのがちょっと書かれておりますね。もうだこの辺はね、ちょっとこう大阪でいうと心斎橋みたいなね、にぎわいがある通りですね。まあ、パワフルさはね、やっぱりこのなんだ、あの心斎橋の方があるんですけれども、まあやっぱりちょっと上品な感じはしますよね。気のせいかもしれませんけれども、うん、まあそれぞれね、いいところあると思います。結構ね、白人の旅行客の方が京都は多いのが特徴ですね。大阪エリアだと中国人、韓国人の方が段違いに多いような気がしますけどね。なぜか京都は白人が多いエリアになりますね。御朱印巡りっていうのもあるんですね。まあほっといてもね、歴史遺産がゴロゴロ落ちてるような街なので、京都っていうのはね、京都市内ね、バイクで走ってると楽しいですよ。あっち走ってもこっち走っても、道路標識に世界遺産が出てくるというね、とても恐ろしいところです。でこういう風にね、街中にこういうところにもやっぱりね、中に入って参拝できるところがあるんですよね。あー、こっちの方もね、お菓子だとか売ってるところありますね。京都のお菓子も老舗でね、本当にガチでやってるところって表現良くないけれども、そういうところはね、前日予約しかできないんですね。で、ちょっとね、念のために予定時間の15分前に行くと、あ、ちょっと待ってて、今作ってるところやからっていう感じで、本当に作りたてを出してくれるっていうね、お菓子屋さんがあります。その辺もね、京都の奥深いところだね。やっぱその和菓子っていうのはね、また美味しいですしね。あ、そっか、浴衣が多いと思ったら七夕祭りからだからなんだな。ちなみにね、この商店街のね、
ところからホテルに抜ける途中に、なぜかファッションヘルスがありましたけどもね、多分こういう風に街中で競技人の子たちを見てね、盛り上がってそういうところに入るとね、とんでもないババアが出てきちゃうとか、そういうようなトラップなんでしょうね。うん、ここはもう全部 P になっちゃうような気がするんですけれども。うん、隣の方の通りも面白そうだけどね。うん、あ、お茶屋さん。お茶屋さんって書いてるけど、何かフィギュアが売っているというね、よくわからん。で、こういうところもね、大阪だともう、こう、なんだ、語弊がある言い方をすると、伝柄漫画感がすごいあるんですけどね。やっぱり京都はまだちょっとそれとは違いますよね。伝柄漫画感とか言うと、怒られるかね、大阪の人に。多分大阪の人はね、そういうのは、うん、ギャグとして笑ってくれるので、多分許してくれるでしょう。多分だよ、多分。怒ったらごめんね。だから結構ね、京都はパンダとかこういうのもね、洋食も多かったり、肉も結構食うのでね、和の一辺倒じゃないっていうところもあるのもね、はい、面白いところです。あー、で、昼帰ってこんな感じでね、携帯の、携帯ケースなんだけど、いいね、結構やっぱセンスがいいものがたくさんあるな。うわ、これがいいなぁ。あ、すごいすごい。変わり携帯。カバーがね。あ、ここはちょっとね、まだ空いてるかな。ちょっと行ってみようかな。錦天満宮というところだそうですね。あ、そっか。七夕だから七夕仕様になってますね。で、やっぱり旅行客の方がかなりたくさんいます。あー、でなんかね、牛だとかこういうものになってね、ここの先のところ、ね、参拝できるようなら、ちょっとね、参拝もしていこうと思います。はい、ちょっとね、お参りしてきました。二礼に、二拝、二拍手、一礼でね、ちょっとね、しっかりと、どうやっていいか迷っているような外国人の方にも分かるような感じでね、やってきました。うん、だからこういうところがね、街の中にちょっとあるのもなんかね、趣があっていいですよね。まあ、そういうのは文化として根付いてるってことですからね。うん、と思うとね、いきなりこういうね、とんでもないものとかもたまたにあるというね。まあ、そもそもね、あの京都タワーっていうのはなんやねんあれはっていうようなところもありますからね。もうそれはね、京都の人に言ってもね、そう思ってるので、多分言っても怒られないと思いますけどね。あんな駅前に毒キノコみたいなね、あんなものを建ててしまうっていうのはね、なかなかこの歴史の都に対する暴挙じゃないかっていう気はするんですけれども、まあね、その辺はね、うん、あの笑い話で済むことだと思うので、ちょっと言ってるんですけどもね。うん、京都出身の部下だとかもね、あと2人いたのか、以前ね。なのでちょっとそういう話とかもしてみたことがあるんですけどね。あ、京風カレーっていうのもあるんだ。あ、ちょっとこういうね、なんかね、よさげのところもあるし、京風カレーうどん、あ、そうだ、カレーうどん結構ここね、京都でね、有名なんですよね。なかなか美味しいんですよ。この辺だったかな、ちょっと確認してこよう。